こちらはアーノルド。前回彼は家電で感電しました。今回は電気にどう対処するか見てみましょうか。いや、それじゃあつまらないですね。それなら雷ならどうでしょう。人が雷に打たれる確率は60万分の1。でも確率を上げることも可能です。300kW の電気をドン。これは一度に10個のトースターを使用するのと同じくらいの電力。実際にはたったの3ミリ秒間の出来事。まず君には2箇所の焼け跡が残る。入り口に1箇所、出口に1箇所。一番の危険は心臓が止まることだ。麻痺状態になるかもしれない。一生そうかもしれないし、一時的なものもあり得る。はい、何も問題なさそうですね。雷に打たれた人に起こる興味深いことにはまだ触れていません。なのでもう一度神様の協力を賜りましょうか。脳の一部が飛んでいったり、目玉が爆発したりすることも。直撃の瞬間に筋肉が激しく収縮し、骨や脊椎が折れてしまう可能性も。アーノルド、それはなんだい？インスタグラムを始めたって？スター気取りじゃないか。彼のインスタグラムアカウントのフォローもお願いします。ビデオが気に入ったら高評価、友達への共有、チャンネル登録をどうぞ。